今日開会した高知市の12月定例会、市長として初めての議会に臨んだ桑名市長は冒頭の所信表明で、市民の生命と財産、暮らしを守るために全身全霊で努めるとした上で次のように述べました。私はオール高知市の英知を結集して検討改革を行い、共に発展する礎を築いてまいります。市民の皆様の夢を私の夢として新しい高知市を作っていくために、職員と共に一丸となって市政発展に全力を尽くし決意をしておりますので、議会の皆様のご指導とご支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。また桑名市長は物価高騰に対する緊急支援策などを盛り込んだ総額66億6400万円の一般会計補正予算案など41議案を提出しました。高知市議会は18日から質問選が行われます。